エスタディオオリンピコパスカルゲレーロはコロンビアの都市サンティアゴデカリにあるスタジアムフットボールプロフェッショナルコロンビアーノに所属するアメリカデカリの本拠地スタジアムの周囲に総合スポーツセンターを備えており1971年に行われたパンアメリカン競技大会のメインスタジアムになる当1950年代から1970年代に かけて、ラテンアメリカを代表するスタジアムとなり、サンティアゴデカリは、スポーツキャピタルオブアメリカと呼ばれた。現在でもスタジアムは、国内外のスポーツイベントにおいて、大きな重要性を持っている。また、スポーツ以外の目的にも使用されることもあり、サルサ、ロック、マリアッチ等のコンサートや、宗教的な会合までも行われた。 アメリカデカリとデポルティーボカリの2チームがこのスタジアムを本拠地としていたが2007年にデポルティーボカリがコロンビア発のクラブ専用スタジアムであるエスタディオデポルティーボカリ建設のために移転した2008年11月19日には大規模なミュージックフェスティバルが開催されシャキーラ等のアーティストが出演した夜のエスタディオオリンピコパスカルゲレエロありがとうございます